こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イヤホン PR スタッフの2代目イヤホン王子ことユジです。今回ご紹介する製品はシャンリンの M5 ウルトラというオーディオプレイヤーをご紹介いたします。イヤホンウェブ価格で 95,040円、発売日は5月31日です。シャンリンというブランドなんですけども、知ってる方も多いと思いますが、ダップ、ダック、そしてイヤホンとかね、様々なオーディオ製品を開発そして販売しているメーカーです。特にシャンリンといえばですね、ダック、ダップのイメージを持っている方が多いかなというふうに思います。そんなシャンリンから発売しますこの M5 ウルトラという製品はですね、ハイエンドダップにも採用されている AKM 製のダックチップ AK4499EX と AK4191 を採用したダップになります。その他にもね、たくさん特徴を持った製品になりますので、早速ご紹介していきたいと思います。ではね、まずデザインの方からいきたいと思うんですけども、ダップの中で見たらやや小さめのサイズ感かなと思います。なんですけども、筐体はアルミニウム筐体になっていまして、重さ約 247g ということで、この小ささで考えると割とね、その持った感じはちょっとずっしりくるかなと思います。で、上の方に端子がありまして、 3.5 と 4.4 バランスの2つがついてます。で、個人的にこの今回のこのダップ、ちょっとね、シャンリンっぽくないなって思ってるんですよ。っていうのも、なんかシャンリンといえば少しこう丸いというか、角が丸いイメージが結構、ね、強いんですけど、今回のこの M5 ウルトラはちょっとこう角がこう角張ってるというか、そういうデザインになってるんですよね。個人的にはすごい好きです。で、ここのボリュームのところがですね、少し光ってるんですけども、こうちょっとしたね、こうデザインなんですけど、こういうところもね、ちょっとテンション上がるポイントかなって思います。こうボリュームホイールのところのライトっていうのが赤と青で、それをね、設定から変えることはできます。カラーバリエーション的にはこのブラックと、あとね、シルバーもございます。で、付属品の中にですね、こうケースが入ってないんですけども、別売りでケースも発売いたします。そちらがですね、4840円で、発売日はダップと同じく5月31日となっております。で、ディスプレイは 4.7 インチになっております。で、このダップの、こう特徴といいますか、ちょっとこう人によっては気になるポイントであると思うんですけども、このダップっていうのはですね、 MTouchOS っていう OS になっておりまして、いわゆるそのストリーミングサービス、Apple Music とか Amazon Music とか、そういったものが使えない OS になっております。なので、ここにあるこうマイクロ SD の、ね、スロットがあるんですけども、 SD カードに音楽を入れて、そのオーディオを楽しむっていうことになります。で、この MTouchOS っていう OS がですね、ピアオーディオ再生に特化したシンプルで高速なシステムになっておりまして、6年以上ですね、改良を続けてきたみたいです。で、こう実際に触ってみてもですね、かなりスムーズにこう動いてくれるかなって思います。こうカクつきとかもなく、ストレスを感じない操作感に仕上がってるかなと思います。シャンリンの製品を持ってる方でしたら、割とね、知ってる方多いと思うんですけども、シャンリンの専用アプリエディクトプレイヤーというものに対応しております。これを使うとですね、スマートフォンから遠隔操作したりですとか、いろんなことができるので、これはね、ちょっと便利なシステムかなと思います。音質のところなんですけども、で、実際に聞いてみた感想なんですけども、音のキレの良さと瞬発力の良さってところが一番の魅力かなと思います。スネアのそのキレと瞬発力っていうのは、かなり素晴らしいなと思います。で、またですね、結構パワーも、ね、結構あるなというふうに感じたので、かなりね、こうインパクトのあるサウンドに仕上がってるかなと思います。もちろんね、組み合わせるイヤホンとかにも寄ってくるとは思うんですけども、刺さるかなと思いつつも、意外とそのギリギリのところで、あ、刺さらないんだってなるので、なんかそこはこう絶妙なね、チューニングになってるかなと思います。で、 3.5 と 4.4 バランス、どちらでも聞いてみたんですけども、個人的には 4.4 バランスで聞いた方がこのダップの特徴をこうより感じるかなというふうに思います。なんかね、 3.5 の方はちょっと落ち着いた印象っていうのがあるんですけども、
まあ、先ほども言った通りですね、このダップの特徴っていうのはそのキレの良さとかね、瞬発力の良さとか、ちょっとこう迫力のあるサウンドみたいなところがやっぱ特徴にはなってくるので、それをこうより感じられるのは 4.4 バランスかなというふうに思います。このプレイヤー、ゲインがロー、ミッド、ハイって3つついてるんですけども、まあ、ミッドとかハイにしてイヤホンをこう鳴らしきってる感っていうかね、そういったところが個人的にはとってもこう爽快だったので、やっぱ 4.4 の方が個人的にはいいかなと思います。で、他にもですね、6個のサウンドフィルターと、まあ、EQ もね搭載されているので、好みのサウンドに変更するっていうこともできます。そしてですね、今回実はもう一つご紹介したい製品がございます。それがこちらの同じくシャンリンから新発売いたします ME600 というイヤホンになります。こちらイヤホンウェブ価格で 52,470 円、発売日は M5 ウルトラと同じく5月31日です。こちらのイヤホンはですね、2ダイナミック 3BA の 3WAY のハイブリッドイヤホンになります。特徴はボディとノズルにあります。この筐体ですね、アルミニウムとステンレスで作られた筐体になります。このイヤホンはですね、ノズルを変えることができまして、3つのサウンドパターンを楽しむことができます。そしてこのプラグの部分も変えることができまして、付属品には 3.5 と 4.4 バランスの2つのプラグが付いてきます。で、このイヤホンのサウンドというのがですね、やや中低音域のサウンドではあるんですけども、まあ、比較的バランスはいいかなと思います。結構量感もありますし、まあ、かなり迫力もあるかなと思います。なんですけども、ボーカルのところが結構綺麗に聞こえるかなと思います。いいバランスになってるなっていうふうに思います。 M5 ウルトラと合わせて聞いてみたんですけども、相性はめちゃくちゃいいと思います。この ME600 はですね、低域がね結構こう深くてこうドコドコした低域だったんですけども、この M5 ウルトラはキレのある低音っていうのをさっきからずっと言ってるんですけども、そのこう低域の質、お互いの低域の質が違うので、こういい感じにねこうマッチして低域の質っていうのが上がったかなって思います。で、やっぱりねこれもバランス接続で聞いたんですけども、これはねもう本当にバランスで聞いた時のこう迫力ですとかこう臨場感みたいなところはもう圧巻だったかなというふうに思います。で、この M5 ウルトラ、まあ、総合的に見て、まあ、ロックとかアニソンとかテンポ速くて割とこう激しい系の曲にはめちゃくちゃ相性いいんじゃないかなというふうに思います。これはねかなりいいダップだったなというふうに思います。やっぱり音質もかなり良かったので、あとはマニアの人、普段はもうハイエンドなダップ使ったりしてますよっていう方の、まあ、サブ機とかにもかなりおすすめの製品かなというふうに思います。気になった方はぜひイヤホン、ヘッドホン専門店イヤホンでお試しください。動画のご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。